この動画では量子波計測システム国際拠点 QUP の研究者を紹介します。今回は山崎のり子先生を紹介します。山崎のり子と申します。 QP の PI の一員なんですけれども、同時に JAXA 宇宙科学研究所の教授をしております。 QUP ではどんな研究をしているんですか？ QP では中堅にサテライトオフィスというのを置いてるんですけれども、そこをやってまして、でそこで何をしてるかっていうと、とてもいい精度でエネルギーを測るっていうのを得意としたセンサーを作ってます。自分としては X 線とか、それからダークマターとかを捕まえるっていう実験をしてるんですけど、それ以外のことも QP の可能性としてできたらいいなと思っています。どのくらいの精度でエネルギーを測れるんですか？センサーのちっちゃいものをすごく低温で冷やすと、そこの中の熱容量っていうのがとても小さくなります。そうすると、素粒子一つのエネルギーがヒュッて入ってきたときに、それをそのまま温度の変化として捕まえるっていうことができるようになっていて、で、そうやって、来てる素粒子とか光子を1個、2個、3個で、それぞれのエネルギーはいくつみたいな、そういう捕まえ方をするようなことをしています。センサーでどんな研究をしようとされてるのでしょうか？ X 線で空を見るためにセンサー作り始めたんですけど、光子だから捕まえるわけじゃなくて、エネルギーだったら何でもいいやってことが分かってしまったので、新しいネタはないかなということを考えているような、そんな感じです。研究者になろうとしたきっかけを教えていただけるでしょうか？なんとなく物理が好きだなと思ってやっていると、大学とか大学院でそういう環境もあるし、できそうだし、悪くないよってことになんかなっちゃったんですけど。これまでどんな研究をされてきたんですか？大学院の時は、超新星から来るガンマ線を捕まえるっていうので、気球を上げにブラジルに行ってたんですけど、大学の助手になった時に最初に X 線の天文衛星に関わらせてもらって、観測データを使えるようになってきたって感じがあって、その時に、非常にとても綺麗な X 線のイメージが出て、エネルギーもいろんなエネルギーを測れるようになって、でももうちょっとエネルギー分解のエネルギーの決め方が足りないなっていうようなことで、新しいセンサーの開発をしよう。中堅は日本の X 線衛星を歴代上げてきて、それに関わるようになって、途中で宇宙圏に移って、その頃にも新しい発想のセンサーでアメリカで始めてたのがあるから、日本でもやってみようみたいなことをちょっと上の先生が言い始めて、全く経験がないのに無理無理作り始めたんですね。 X 線っていうのはもともと真空は使うんです。真空じゃないと止まっちゃうので。なんですけど、低温っていうのはやったことがなくて、みんなしてこう初めての低温実験みたいな感じで最初は本当にアメリカに2週間ぐらい行って習ってこいやなんかみたいな感じで習ってきて、本当につまらないことを調べるんですけど、接着剤何使ってるんですかとか、そういうものを全部見てくるみたいな、そんな感じことからやってます。研究で楽しいことは何ですか？動かなかったものが動いて、あ、なんだこれじゃんって分かったような時が一番スッとするんですけど、作ったものが動いて実際のデータ、天体観測のデータが降りてきたら、それはそれでとっても嬉しいんですけど、そういう喜びのモーメント、自分のここがいけなかったのが分かったじゃんっていうのは、ちょっとまた違う喜びがあるような気がします。研究で大変なことは何ですか？予定通りに進まないのが、自分のせいだけじゃなくて周りの状況で、でもそれも仕方がないよねって言わざるを得ないような時は、やっぱ辛いかなっていう、そういうことの方が多い気がしますね。上げたロケットが落ちたこともありますし、もう、いろんなことは思いに任せないものでございます。こちらのカードを1枚引いて、質問に答えていただけますか？魔法と物理法則の関係を調べ始めるような気がするんですけど、何がどこまではできるのかというのをぜひ調べたいと思います。もう1枚、お願いします。未来に行って、なんか新しい状況を知るのも、それも楽しそうですね。だから片道だったら未来に行きますね。量子波計測システム国際拠点 QUP がお送りしました。